何が分かんないふりしてみた。楽しんでますか？でマジ一個だけお願いがあるんだけど、息吸うのやめてもらっていいですか？しんどっ。何これ、みんなあれでしょ、一回吸って二回吐いてるでしょ。絶対おかしいってね、結構やばいよね。いや水とかじゃないって俺も。マジでお風呂、お風呂なあ、でもお風呂もめんどくさいんだよね。ライブの後、ライブの後すぐお風呂入れる？入れる。入れないよね。ほら意外とみんな共感してくれる。入る、入るぞ。入るよ。なあ一番だるくないお風呂、ね、すっげえ臭いんだけどね。絶対入った方がいいんだけどね。そう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 、入れねえんだよな。なんか余韻余韻余韻、はぁあの最後飛び込んだ時のみんなの汗なわけねえだいや今日はやばいよ。いやあれだよ、今あの浸ってんだよ、うん、今もう噛み締めてるってやつだよ、うん、この喜びを。初だよ新潟のワンマン、やばくない？いや冷静に考えて、新潟ロッツでコールドリンクをワンマンソールドさせてるとかマジありえないから。だって日本だよ、日本だよ、ここ信じらんなくない？もうだってみんな聞いてくれてんでしょ普段から。俺だってマジ学校とか行ったらスリップノットとか聞いてたらドン引きされたからね。なんお前悪魔崇拝してんのとか言われたもんね、ボリビア人に、うん、ボリビア人のランディってやつが、なんだその悪魔みたいなバンドって。そうまあ、ランディね、なんかちょっとラテン感あるからリッキー・マーティンとかしか聞かないもん。いや大丈夫、みんな友達とかにドン引きされてない？何その叫んでるバンドみたいな。正直結構肩身狭いですって人いいね、わかるよ、わかる。親とかね、親とか全然ね、うちの親とかマジテレサ・テンとかだからね。そう、ね、それもいいんだよね。そう俺もカラオケでテレサ・テン歌うから、ほんとほんと。もしもあなたと会えずにいたら、私は何をしてたでしょうか。平凡だけど誰かを愛し、普通の暮らししてたでしょうか。時の流れに身を任せ、あなたの色に染められ、一度の人生それさえ捨てることも構わない、だからお願い俺やることねえじゃんって言われるやつ。やべえ、自分の曲くらい気持ちよかったよ。正直知らないでしょそんなに。知ってる？あ、知ってんのか。世代とか言う人マジやばいけど、いたらマジ超上がるけど、それはそれで。世代？マジで？世代なのに2列目マジで嘘でしょ。マザス嬉しい、ね、
どうせ書かれんだろうな、後で。テレサテッカバーとか言って、今日のセトリ今日のセトリすげえいい感じだったと思うね。俺もやるべきかな、なんかあのビレバンとかに売ってもらうやつ、外人っぽいやつがやたら日本のやつカバーする、スコットみたいな。すごいよな、スコット、日本人より日本人の。どなたかビレッジヴァンガードでと縁がある方、話を振っておいてください。リアルだからいきなり来たら困るから、ね、何やろうかなってなっちゃう。あ、でも意外といけるな。いやね、いや、こんなことしに来たんじゃないよ俺。アルバム作ったんだよ、アルバム作ったのに、なんで俺テレサテン歌ったの。気持ち込めて作ったのにな。なんかね、なんかツアー回る口実でしょとか思われそうだね、こういうのでね。いっぱい思いが溢れてるんですよ、アルバムは。聞いてきてないってめっちゃ思いっきり頑張って手挙げてたから。だからお前違うんだって、それ。嘘嘘。あの、気持ち込めて作ったし、あのね、この間も話したけど、歌詞カードとかね、はい、具合悪い人、暑い、あ、ライブハウスって暑いんだよね。大丈夫、一回外出たら、まだ喋ってるかもしれないし、帰ってきた時に。なんか水かなんかでも飲んで、しんどいよね、本当に。無理せずに、みんな、はい。喋ってるとなんか意外と離脱してくんだよね、みんな。さっさと行けば大丈夫だったのみたいな。そう、あの、まあ、難しいと思うんですよ、あのアルバム作って、まあ、もう12年もさ、あの全部英詞でやってるし、だから今回あのどうしてもいろいろ分かってほしくなっちゃって、あの PV とか YouTube にも和訳つけたりして、あの見やすくしたりして、あの歌詞カード見ろよっていうのは簡単なんですけど、意外となんか時代遅れになっちゃって、歌詞カードっていうものがいつの間にかちょっと時代遅れになっちゃって、思ってるより難しくて、あの、まあ、正直見てないってやつも全然いっぱいいると思うし、あの別にそれを責めるのもあれだし、聞いてここに来てくれてることが一番嬉しいことだから、それでいいんですけど、あのだからあえて探んなきゃ分かんないようなところに歌詞を置いてみたりして、あの織り込んで、すげえめんどくさいみたいな。で、多分テレサテン世代の人たちはあの老眼鏡を持ってないと見れないとか。いや、言われたんだもん俺、親にマジ読めねえっつって、お前の歌詞マジ読めねえって言われて、文字がちっちゃすぎるっつって、あのそういうのがあったり、でもなんて言うんだろう、ライブに来てもらったら分かると思うし、あの歌詞の向こう側まで分かった時の激しい曲だってそうだよ、あの感じるものっていうかさ、あのその刺さる深さっていうのは違うし、そこを絶対裏切らないようにライブやってきてるし、まあ今日は正直一回も聴いてこなかったやつでも楽しめるようにはもちろんして帰ろうと思うし、でも聴いてきたってやつにはまず最高の一日にして帰ろうと思うんで、最後までよろしくお願いします。